ミルトンチャンネルです。今日はもうすぐ発売になるエコフローの新製品リバー2プロをモニターとして使わせていただきました。その使った製品がこちら。今回はこのリバー2プロを使って連泊の車中泊でも快適に使う方法を思いつきました。冬の車中泊でかなりの電力を使っても、私のエブリィの場合約1時間ほどの走行でバッテリーの約半分近く 300W を回復することができました。これは他のメーカーのバッテリーではできない充電方法で、私の我流の DIY とリバー2プロの新機能を活かした使い方ができてめっちゃ楽しかったです。エコフローリバー2プロです。内容物はリバー2プロ本体、AC 充電ケーブル、多彩シガーソケット充電ケーブル、DC5521、DC5525 ケーブル、5年間保証の保証書、そして本来は取扱説明書がこれに付属しているんですが、私はこのリバー2プロをモニターとしてお借りしていて、後ほどお返しすることになっているので、取扱説明書は付いていませんでした。リバー2プロのバッテリー容量は 768Wh。768W の家電が約1時間使える電力です。重量は 7.8kg なので、2リットルのペットボトル約4本分。このように、ギリギリ片手で持てる重さです。主な充電方法は4つ。AC 充電は 100V から 120V、50Hz と 60Hz 両方に対応していて、最大 940W で充電できます。次にシガーソケットからの充電、こちらは 11V から 50V の充電ができるようになっていて、最大 13A の入力ができるようになっています。そしてこの前面の Type-C 100W の部分からも充電できるようになっています。実際に電源を入れてみます。工場出荷時の充電残量は 31%。 AC ケーブルで充電してみます。 31% の充電が 100% になるまでどのぐらいの時間で充電が完了するかを計測します。充電が開始されました。 AC 充電時の充電電力は 910W 程度入力しています。これはかなり早い方です。充電中冷却ファンが回り始めました。約 60dB、 走行中の自動車の車内のような音量です。充電開始から30分が経過、バッテリーの残量は 81% まで増えました。触ってみた感じは熱くはなってないんですけれども、念のためサーモグラフィーカメラで温度をチェックします。温度もそんなに上がってないですね。一番熱そうなこの放熱口でも41度程度ですので問題ないかと思います。充電開始から45分、 31% から充電されたリバー2プロが 100% まで充電できました。45分はかなり早いと思います。このエコフローリバー2プロ、電源を入れると Bluetooth でつなげられますので、 Bluetooth に追加します。 Bluetooth に接続できました。このリバー2プロの Bluetooth 機能、この歯車マークを押すと詳細な設定ができるようになっています。例えば AC 充電スピード、これは最大 940W で充電できるようになっているのですが、充電の負荷を下げるために最低 100W から 940W まで充電のワット数を切り替えられるようになっています。シガーソケット入力もこのように 4A、6A、8A と選べるようになっています。また周波数も 50Hz と 60Hz 両方選べるようになっていますので、 50Hz の方を選んでおきます。次にバッテリーの充放電レベルも選べるようになっていて、充電レベルも 50% から 100% まで、放電レベルも 0% から 30% まで選べるようになっています。また電源を動かすシステム待機時間も選べるようになっていて、30分から1時間、常時稼働までいろいろ選べるようになっています。またこのリバー2プロには X ブースト機能というものがついていて、この機能をオンにしておくと、通常最大 AC 電源の部分が 800W 使えるものが X ブースト機能によって 1000W まで使えるようになっています。フロントパネルを詳しくチェックしていきます。まず AC 出力ポートが1、2、3、4箇所、こ
これは2つ口のものと3つ口のもの両方使えるようになっています。この部分を押すとライトが光り AC 出力をできるようになっています。この AC 出力ポートは合計で 800W、 瞬間的には 1600W が使えるようになっています。また X ブースト機能を使うと 1000W までの家電製品が使えるようになっています。次に DC 出力ポートはこのようにシガーソケットも使えるポートがついていて、この部分は 12.6V、 10A、 最大 126W までのものが使えるようになっています。 USB ポート部分はタイプ A が 1、2、3箇所、これは 5V、 2.4A、 各ポート最大 12W、 合計で 24W 使えるようになっています。またタイプ C 100W まで使えますので、これはパソコンの充電でパワーデリバリー機能を使って充電することも可能なようになっています。これは嬉しい機能ですね。液晶パネル部分は一番左が残り使用時間、真ん中がバッテリー残量、そして上が充電のインプット、下が出力のワット数になっています。この X ブースト機能でドライヤーが動くかどうかもチェックしてみます。まず一番弱のクールでやってみます。消費電力は 152W、 問題なく動いています。次に1段階上げます。454W、 問題なく熱い空気が出ています。次に最大の 1200W で動かしてみます。消費電力は 824W、 問題なくドライヤーが使えています。家庭用の冷暖房が使えるかも検証してみます。暖房30度設定、風量マックスで動かしてみます。暖房起動時消費電力 458W、 問題なく動いています。 Bluetooth の値も問題なく表示されています。 Rivar2 Pro は 768Wh のバッテリー容量があるので、1時間半は暖房ですとか冷房を動かすことができそうです。 1300W の電子レンジが動くかも試してみます。この Rivar2 Pro はサージ 1600W で最大 1000W までしか使えないんですが、もしかしたら 1300W の電子レンジが使えるかもしれないんで試してみます。消費電力は 800W 前後、こちらの電子レンジ 1300W を消費するんですが、 1000W の X ブースト機能を使って問題なく温められています。お茶問題なく温められました。 Rivar2 Pro 車中泊で使ってみます。はい、時刻は3時6分、車内の気温は 8.8 度、結構寒いんでダウンジャケットを着ています。 Rivar2 Pro ですが、このように大きめのリュックにギリギリ入るような大きさです。で、この自作の霧のテーブルに8キロ程度ですので、Rivar2 Pro を乗せて使いたいと思います。テーブルに乗せても問題なく使えます。 100% 充電が溜まっています。今日は結構寒いので火力5ぐらいで寝てみたいと思います。動かす稼働時間は6時間で寝ます。火力5で動かした消費電力は今 120W 示しています。暖かくなるとこれが限りなくゼロに近づいて 2W ですとか 3W ぐらいの消費電力になります。とりあえず今日はこれで朝まで眠りたいと思います。はい、時刻は9時3分、車内の気温は 13.2 度、今朝は外気温が3度まで下がりましたので車内もそこそこ寒いです。6時間ほど電気毛布を動かして寝ました。現在のRivar2 Proのバッテリー残量は 56%、 6時間で 44% ほど消費した形になります。
中火で500ワット程度でお湯を沸かしています。これはお湯につけるだけのタイプのコーヒーのようです。このドリップバッグを持ってこのように10回ほど上げ下げすればいいようです。なんかちょっと薄い気がしますが大丈夫でしょうか。あ、でも10回ほど上下してるとだんだんコーヒーの色が濃くなってきました。豆に直接お湯を当てないでドリップしたのでちょっと薄いかもしれないと思ったんですけど、濃くて美味しいです。はい、それで今回充電にあたってこの純正のシガーソケットのケーブルだと100ワット程度しか発電をしないので、ちょっとプチ改造のような形で大橋産業の400ワット成型ハイインバーターとこの純正の AC ケーブルを使ってこのリバー2プロに充電をしてみたいと思います。おそらくうまくいけばこちらのシガーソケットケーブルが100ワット程度なんですけども、おそらくこのインバーターから300ワット程度で充電できると思いますので、ちょっと試してみたいと思います。まずは助手席下の車のバッテリーにアクセスします。普段取り付けているサブバッテリーの走行充電器のこのケーブルをまず外したいと思います。このプラスとマイナスの2箇所ですね。はい、それでバッテリーの外し方なんですけれども、まずはマイナス極から外していきます。はい、これで外れました。続いてプラス極も外していきます。はい、これで外れました。で、私のエブリィのこのバッテリーの取り付け金具なんですけれども、このようにボルトとナットで締め上げてここに取り付けるタイプになってまして、この部分に走行充電器のプラス極とマイナス極を仕込んでいきます。で、これはプラス極も同様な感じでこのようにボルトとナットで固定されてますので、これをまず走行充電器のケーブルを外します。ではこの部分にインバーターのプラス極とマイナス極のケーブルをそれぞれつなぎたいと思います。で、接続するときは今度はプラスからつないでいきます。このようにプラスケーブルを止めたら上からこのボルトで蓋をするような感じです。で、ちょっと私のこの、あのケーブルのこの丸型端子が少し形状が大きいんですけども、これは本来はジャストサイズのものを使ってください。その方が安全です。で、このように上から蓋ができたら車のバッテリーのプラス極にこのようにはめていきます。はい、ケーブルをこのように固定し終えました。手で押したり触ったりしてもびくともしないぐらいきっちり締め上げてください。バッテリーにつけた反対側の配線するケーブルなんですけども、これも車体の金属等に触れてしまうとショートしたりする可能性があるので、このように絶縁テープで絶縁してください。ではマイナス極も同様に仕込んでいきます。これも丸型端子をこのように仕込んだらボルトで蓋をするような感じで締め上げていきます。で、ある程度締まったらバッテリーのマイナスにつないでいきます。レンチで締め上げていきます。はい、このように締め上げたら確認してこれが動かないようにきっちり締め上げて作業を完了してください。そしてこのマイナスケーブルから伸びているこのケーブルの反対側もこのように絶縁をきっちりやるようにしてください。次に絶縁をしたこのプラスとマイナスのケーブルをこの車体の下のここに隙間があるんですけども、この床の部分、この部分がゴムのふにゃふにゃしている素材になっているんですけども、この部分の下の部分にこのケーブルを通していきます。ちょっと見えづらいんですけども、こんな感じですね。こんな感じで引き込むだけです。そしてこのプラスのケーブルには30アンペアのヒューズが仕込まれているんですけども、このヒューズが仕込まれた部分を 車外側、いわゆる車の外側にこのように設置して中に引き込みます。この部分ですね。もう一度バッテリー側をチェックするとこんな感じ。ヒューズの部分がここにあって、走行充電器のプラス極と
同じく走行充電器のマイナス極もこのように絶縁をしてあります。でこの状態になったら車のシートを戻します。そうするとこのようにケーブルが下から出ているのがわかると思います。このような感じですね。はい、このように車体に引き込めたらプラス極につないでいきます。でこの大橋産業の制限範囲インバーターなんですけれども、この製品自体にもこの部分に25アンペアのフューズが2枚仕込まれていて、結構安全な作りにはなっています。とりあえずプラス極をつないでいきます。ケーブルの絶縁テープを剥がします。このように手で回せるネジになっておりますので、ネジを回して締め上げます。マイナス極も同様につないでいきます。はい、きっちり締め上げました。このインバーター今電源を入れたらすぐ使える状態になってるんですけども、エンジンを始動していない段階で電源を入れてしまうとバッテリーの残量をどんどん食ってしまうので、エンジンを始動してからこの電源を入れるようにします。はい、このリバー2プロを純正付属のシガーソケット端子で充電をしてみたいと思います。エンジンをかけてみます。現在バッテリーの残量は 51% です。純正付属のケーブルだとやはり 100W 前後しか充電しないようです。このバッテリーは 768Wh ですので、もしこのシガーソケットで充電をしようとすると 768÷2 384W。 シガーソケットの充電ワット数が 100W ですので、シガーソケットを使うと約4時間弱で充電が完了するのですが、これはちょっと長い運転時間です。はい、それでは大橋産業のこの制限波のインバーターを使ってリバー2プロに充電をしてみたいと思います。 52% 溜まっていますので、今から30分ほど運転するんですけども、どのぐらいの速さで充電されるかっていうのをチェックします。そしてこのまま普通にインバーターを使って充電をしてしまうと、このリバー2プロは 940W の電力で充電してしまいますので、このインバーターのフューズが切れてしまいます。それを防ぐためにエコフローのアプリを開いて充電スピードというところをいじって、これを 300W まで下げたいと思います。はい、300W まで充電のワット数を下げました。これでこの 400W のインバーターで充電をしてみたいと思います。それではエンジンをかけてみます。インバーターの電源をオンにします。これで緑色がつきましたので、インバーターに電気が流れています。この状態だったらバッテリーが上がることもありませんので、このインバーターの部分から充電をしてみたいと思います。はい、充電が開始され始めました。 320W、 330W。充電が 400W を超えなければインバーターのヒューズが飛ぶことはありませんので、約 300W の電力で充電します。充電予測時間が1時間28分になってますので、かなり速い速度で充電できるようです。12月7日の12時37分ですので、今から30分ほど運転をしてみます。はい、この充電の方法だとアイドリング中でもちゃんと 300W を充電してくれています。はい、運転開始からちょうど50分が経過しました。現在のバッテリーの残量は 75% まで回復、あと46分の運転で 100% まで充電が完了するようです。ではバッテリー上がりを起こさないために電源を切ります。インバーターの電源を切りました。これで車の電源をオフにします。念のため発熱していないかっていうのもサーモグラフィーカメラでチェックしておきます。バッテリー自体はほとんどこのように発熱していないようなんですが、インバーターの部分がやはり多少発熱しているようでして、このように36度程度示しています。この程度でしたら特に問題なく使用できるかと思います。この発熱の問題がやっぱり一番気にしてたんですけども、思ったほど発熱していなかったですね。 iPad とほとんど変わんないぐらいじゃないでしょうか。 iPad が30度ぐらいは発熱しているようですので、それと同じぐらいの、それよりはちょっと高いですね、37度ぐらいですので、まあでも37度程度でしたらそれほど暑いという感じもありませんので、特にこのような感じの充電の仕方でも問題ないかと思います。はい、2時55分
用事も終わりましたので、また車で充電をさせつつ移動したいと思います。エンジンがつきましたのでインバータの電源を入れます。充電は304W、いい感じに充電してくれています。はい、現在時刻3時34分、バッテリーの残量は 96% まで回復しました。インバータを使って充電して 300W まで充電できるようになったので、かなり充電が早くなりました。一応このやり方はエコフローの技術部の方にもご相談して、このやり方でも大丈夫というふうに伺いましたので、やり方的には問題ないと思います。 DIY をするのが面倒でなければ、このリバー2プロで十分に連泊することが可能だと思います。ただ一つ注意点は、やはりこのインバーターの電源を必ず切り忘れないようにしなければならないということですね。これを切り忘れてしまうとバッテリー上がりは間違いなく起こすと思いますので、もしこの施工をやられる方は車のエンジンを切ったら必ずこのインバーターの電源を切るようにされてください。この AC 充電のスピードをコントロールする機能はエコフロー独自の機能のようで、私が調べた中では他社のポータブル電源でこの機能を搭載しているメーカーはありませんでした。今回行った充電方法はエコフローの想定した充電方法ではないと思いますが、車中泊で連泊してポータブル電源を使うには車から充電するのが必須になります。重さ 10kg 以下、気軽に運べるポータブル電源で車の発電量に応じて充電速度を変えれる電源はリバー2シリーズのみですので、これから冬の車中泊で連泊できるポータブル電源を探している方は選択肢の候補に挙げられても良いかもしれません。今回モニターで使わせていただいたリバー2プロですが、バッテリーセルが最も安全性が高いと言われているリン酸鉄リチウムセルが使われていて、 NITE の行政法人製品評価技術基盤機構でも発火事故の事例が起きていない安全なバッテリーセルになっています。私はこのリン酸鉄リチウムセルが特に気に入っていて、最も大きな理由は他のバッテリーセルでも値段や重さはほとんど変わらないのですが、安全性が一番高いというところにポイントを置いてバッテリーセルを選ぶようにしています。今回行った車のバッテリーからポータブル電源に充電する方法ですが、エコフローから推奨されているわけではなく、私の思いつきで行った施工です。電気の取り扱いを間違うとショートや車自体を壊す可能性がゼロではありません。もしこの作業をされる方はくれぐれも安全に配慮されて自己責任で DIY されてください。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。